さあ本日は、杉並区は阿佐ヶ谷駅から、スタートでございます。阿佐ヶ谷といえば、阿佐ヶ谷姉妹、あと、南阿佐ヶ谷の方にはオードリー春日さんがかつて暮らしていた、むつみ荘というアパートがある、町でございます。はい。で、阿佐ヶ谷駅を、進みまして、横断歩道を渡っていきます。駅前にこのようなねロータリーがございまして、で横断歩道を、渡っていきます。そうすると目の前にですね、アーケードの、商店街が、見えてまいります。杉並区、世田谷区、割と人が住むような場所はこういった、商店街が、ありがちというのが、割と定番の、街の構成となってますね。比較的、やはりチェーン店が多いという印象を、受けます。しばらく、ここのねアーケードの方を、ずっとまっすぐと、進んでまいります。はい。収録日ちょっといつか忘れちゃったんですが、やたらと、人でにぎわっておりました。中野もそうなんですが、意外とこの杉並区中野周辺の、こういったアーケード、割といつも人でにぎわっているような、印象があります。おそらく平日の日中とかだともっと人、少ないんでしょうけど、今回行った時は、結構人が、多かったです。なんかスーツ屋さん、飲食店、本屋さんなど、いろいろ多数ですね。たまにコンビニあったり、でもやはり個人商店よりも結構、チェーン店が多い印象があります。さあしばらく、アーケードの、風景をお楽しみください。そして、ここをずっとまっすぐ、行くと、南阿佐ヶ谷の方におそらく、出ると思われます。ちょっと僕も地元民じゃないのでちょっとうろ覚えなんですが、南阿佐ヶ谷からもそう遠くない、場所でございます。今時の、今映りましたけど、今時商店街にこういう PCR 検査の、場所があるみたいですね。なかなか、地元民の方には便利なのではないでしょうか。あとこういう商店街に必ずと言っていいほどあるやっぱりドラッグストア、やはり、ドラッグストア大正義と、いうことで、それだけ需要があるのでしょうね。そしてなぜかこういうところって必ず保険屋があるんですよね。これもまたちょっとよくわからないんですけども、あとは不動産とか、不動産はまだあれですけど、貴金属の買取店とかもなんかこういうアーケード割とありがちですよね。アーケード2大謎の、需要ある店舗、貴金属買取と、保険屋さん、非常に不思議な、この第二勢力でございますね。マッサージ屋も結構多いですね。マッサージ屋といえば割と、国道沿いのコンビニの居抜きに作られがちな気がしますが、その話はどうでもいいとして、やはり人が、とても多いですね。で、ちょっとしばらく、アーケードを進んでおります。ちょっと絵が、ちょっと単調ではございますが、ご了承ください。何か急ぐ小走りで走る、マダムがいらっしゃいました。
そして個人経営と思わしき、八百屋さん、スーパーに負けずに頑張っております。やっぱり住むならこういう街がなんだかんだ言って、まあ、便利なんでしょうね、おそらく。それにしても、まあ、この日もそうだったんですが、15時くらいから歩き始めたんですが、もう15時になるとすでになんか日が傾き始めてて、さすがにもう冬だなっていうふうに、まあ、思っておりますが、まあ、ちょっと動画だと伝わりにくいですけどね。実際収録してる時は結構日が傾いておりました。そして、一旦、アーケードを離れまして、住宅街の方に、入ってまいります。まあ、破棄してここから先はあんまり喋ることが、まあ、ありませんので、しばらく、無言状態になると思いますので、外のね、風の音などを、まあ、楽しんでいただけると幸いでございます。まあ、というわけで一旦ナレーションはこの辺りで、しばらく、杉並区の、美しい住宅街の風景をお楽しみください。ということで、平凡な住宅街の風景を見続けてもあれなので、ここで、一旦動画を、切りたいと思います。それでは、後編をお楽しみください。